はい、こんにちは。リンテージチャンネルです。今日はちょっとですね、息抜きじゃないですけどね、私の大好きな洋服のことを語らせていただきたいと思うんですけど、まだうんちくとかうるさいなとかね、いろいろ言われると思いますけど、まあ別に誰にでも、とっつきのいいようなお話からさせていただきたいと思います。私もコメントなんかでもおしゃれですねとかね言われるとすごく嬉しくて跳ね飛んでしまうようなところがありますけども、障害福祉事業所にいる時からね、結構洋服はいろいろな凝ってというか、なんかこう人に見せるためというより、なんか知らん集めてるうちにどんどん集まっていっちゃって、家の中に着ない洋服とかいっぱい溢れるような状況になってきしまったんですけど、なんでこういうことになってしまったのか。漫画家っていうのは大体オタクが多いんですけど、私もその結構収集癖っていうのがどうしてもありまして、集め出すとキリがないという。それでまた羽振りの良かった時はいざ知らずね、ジーパンとかいっぱい高いのも集めてたんですけど、羽振りが悪くなってからも別にそれがとどまるところはなかった。それはどういうことかっていうと、安い洋服を今度探すようになっちゃったんですね。だから今日はどっちかというとカスタム化と安い洋服について触れていきたいと思いますね。これは私も今日着ている洋服がまあかっこいいかどうかはいざ知らず、サングラスからこのパーカー、それから背広、スラックス、こういうブーツか、こういうのを合わせて全体でもう1万円はしないですね。もちろん一つずつ古着屋とかそういうところで集めたので、眼鏡だって1000円ぐらいだし、上着は2000円ぐらいか。でもまあフード付きトレーナーか、こういうのでもね、私にとっては本当に珍しい GU のですね、だからちょっと色が気に入って買ったんですけど、まあ500円だから買ったっていうのもあるんですけど、やはりカスタム化はしますね。こういう字を書いたり絵を書いたり、この絵には、まあワッペンも貼ってあって、やはりそこにはちょっと字をあしらいたくなるんですね。 Born to kill、 これは、人を殺すために生まれてきたっていう、フルメタルジャケットかなんか映画のね、その戦争ものの映画のフルメタルジャケットに出てきたセリフだと思うんです。 Born to kill、 いやそれは良くないだろうということで、 Born to kiss、 Born to kill と2つ書いてありますね。キスをするために生まれてきたのか、殺すために生まれてきたのか、全然両極端にある考え方が面白いなと思いました。あとなんだろう、まあこれもちょっとネイビーだかなんだか知らないけど、まあ色から言って気に入ったらこういうの貼ったりとかね。後ろにも何か書いてあるんですか、ライダースオンリーって書いてあるんじゃないですかね。これはオートバイに乗る人だけだよっていう、まあそういうことを書いたりしてますね。まあこういうのを書くことによって高級感を出したいという気持ちがあるということですね。次にですね、もう今日安いシリーズでいきますと、このセーターですね、これはなんだっけ、セカストか、セカストでこれは100円だったですね。もうなんか冬も終わりにもなってないのに、セーターとかがある時期1月の末から2月の半ばぐらいまでにかけて、なんかセーターが殺人的に安くなりますね。ただでさえ安いものが、多分500円ぐらいのものが8割引きか、8割引きだから100円で、だから税込みで110円とかで買えるんですね。だからそうでもないとなかなかこういうチェッカーフラッグのものは買わない。ただそれもカーディガンもそのままでは面白くないんで、やはり、いろいろこれには黄色いものをあしらってみました。ボタンとかこれなんだかわからない、ボールペンについてた飾りを強引に貼り付けてます。1個だけボタンが違うというところがミソですね。あとはこれはピンバッジですね。これはワッペンです。そういろいろあしらってバランスを考えてね、こういう、ここに A、K って書いてある。こういう、どの位置に何を、どのワッペンを配置するかとか、そういうのを考えているときは楽しいですね。まあ、刺繍もよく手縫いでやるんですけど、もうめんどくさいからこれ、裁縫上手っていうボンドがあるんですね。そういうので貼っちゃったりしてますね。どうせ一冬だけだろうという、なんか100円だからいいやっていうふうにして買うと、意外とそれが長持ちして、すごい愛着、ね、が湧いてきたりしてね。だからもしこういうのが着れなくなった時にまた同じようなものをすごい高い値段で探すとか、そういうことまでしちゃいますね。愛着ってどこに生まれるかわからないもんですよね。次です。まあこの背広はね、これはちょっと変わった形ですね。襟が変わってますね。これ300円だったですね。これは
本当にどこのものかわからない、多分昔仕立てたんでしょうね。ちょっとこう物は悪くないような気がしますね。なんでこんな安かったかっていうと、ところどころ星がついてるとこあるんですけど、これ虫食いなんですね。穴が開いてるんですね。穴が開いてるとこを黒と茶色のフェルトでこう、こんないっぱい穴開いてたんですよ。それを塞いで、まあデザインにしてしまったという。ところどころ星がついてる。それでやってみたら、なんか知らないですけど、私が持っている数ある背広の中でも一番のお気に入りに今はなってしまいましたね。割といいんですよ、これが。着心地もいいし、なんかシルエットもすごい良くて。まあこのピンバッジはちょっとワンポイントですけど、こういうところが穴が開いてた場所ってことですよね。ね、結構おしゃれな感じが出るでしょ。だからこれは別に300円だからどうこうっていうより、いやこれなんかすごい気に入っちゃったなっていう感じでね、しょっちゅう着てますけどね、うん、そういう風にしてまあ楽しんでいるということで、あの若く見せようとしようよりはやはり自分で楽しむアート的な要素があるということですね。洋服にはいろんな側面があって、例えばこういうの着てるとすごいおしゃれねとか言って、あの次の日に本当にもうちょっと私この間売っちゃったんですけど、35万円するリーバイスのセカンドっていうジャケットあるんですね。まあそういうの着ていくとちょっと誰も褒めてくれないっていう、いつもおしゃれなのに今日はちょっとみすぼらしいわね、冴えないわねみたいなこと言われて、ああおしゃれって面白いなと思ってね。あとすごいセンスのない、明らかにこう洋服ちょっとこの人のセンスはどうなんだろうっていう人に、笠原さんセンスいいですねみたいなこと言われちゃったりしてね、それ喜んでいいのか悲しんでいいのかって話ですよね。だからすごく微妙な、あと似合うって言葉も、何をもって似合うっていうのかってもわからないところあります。あの本当不思議だと思う、奥が深いと思いますね。次ですね、ジーパンなんです。これはそんなに別に安いものじゃないし、これは私の数あるジーンズの中でも一番色の落ち方がいいということ、こういうのって本当に一番最高峰ってリーバイスの WX っていうのがあって、本当にそれはもうインディゴがすごくいい色落ちをするということで、アメリカでもう本当1940年から1960年ぐらいに作られたものが一番いいとされてまして、もしこのぐらいの色落ちのものがリーバイスの WX であったとしたら、多分200万円は下らないと思います。もちろんこれはレプリカの、レプリカジーンズで FOD っていうところのかな、だから、そんな高くないです。あの私はそのある程度色落ちかなりしてあった段階で、買いました。多分これは1万円はしなかったと思いますね。すごい一番気に入ってるんですが、ここ穴開いちゃってますね。こういうのは別に自分であの修復できますけどね、これで物を入れても落ちちゃうんで気に入ってますね。ただあのこれがすごい気に入って、あんまり気に入ってるから洗うこともできないし、履くと洗わなきゃいけないんで、じゃあ履かないで飾っとこうみたいして、結構飾ってて、あのジーパンを飾るのはもってんのほかだという人いますけどね、あのもったいなくて履けないです。うん、綺麗だと思います。なんとこの間ですね、まあ、ちょっとこれ比べてみます。どうですか、遜色がないと言ったらばオーバーかもしれないけど、相当いい色。これは値段見て驚いたんですよ。これ500円だったんです。でなんでこんな安いのと思ったら、なんとユニクロジーンズなんです。ユニクロジーンズって結構品質はまあともかく量産型で、相当そのいい色落ちはしないという前提でみんな買っていくようなジーパン、ジーンズマニアではもう、まあ、もう相手にしないようなものだと思うんですよ。でもこれユニクロでなんでこんなにいい色落ちするんだろうなと思って、初めて買ったユニクロジーンズですね。であんまりいい色落ちしてるんで、やっぱりこれはあのなんとか履かなきゃと思って履いてても、やっぱりどうしてもその満たされないものがあって、じゃあペンキを飛ばしてやろうって言ってあのペンキを飛ばしました。そうするとなんかちょっとまあ丈なんかもね、本当はちゃんと詰めなきゃいけないんだろうけど、もう横着こいて適当に切ってタクシー上げて縫ってますね。でペンキを飛ばしたことによってちょっと個性的なジーンズにしてましたね、なかなかいいでしょう、気に入れましたね。まあ FOD ほどではないんですよね、あんまり差したる違いがないなっていうのはね、
それがジーパンの不思議なとこですね。あとまあ、先ほどもこの靴か、この靴は前もご紹介したと思うんですけど、これ緑のね、こうマウンテンブーツ的な、ブーツですね。これは先っぽの方を青くスプレーで色変させてますね。まあ色変のコツは、私すごく横着な人間なんですけど、マスキングだけはちゃんとするということで、ここら辺はみ出すと相当その手作り感が出ちゃうんですね。だからそこだけ気をつけて、ここはマスキングで絶対色がはみ出ないようにしてスプレーをすると、あとはもう適当なもんで、別にスプレーもそこら辺に売ってる本当500円ぐらいのスプレーで十分だし、色さえ決めてしまえば自分の中で完成図を描くんです。こうやって緑のマウンテンブーツを見た時に、これ先が青だといいんじゃないか、なんか西武デパートみたいになるけど一応やってみようということで青いスプレーでやってみました。これ別に茶色でもいいと思うんだけど、茶色だと結局土の中に足突っ込んだみたいになっちゃうでしょ。でもこれだったらばそうは見えないじゃないですか。あ、なんでこんなツートンの綺麗な色になってんのっていうふうに言われるんじゃないかと思って、作ったんです。これ作ってからもう5年ぐらい経つのかな、一度も履いたことはないですね。なんか意味はないです。別に履き心地が悪いとかもったいないとかじゃなくて、なんかここで満足しちゃってずっと部屋に飾ってあるとかいう洋服も私はいっぱい持ってますね。あと米軍のフライトジャケット MA1 ですか、ネイビーのアメリカ軍の戦闘機乗りの制服ですね。 MA1 というのは私大好きで、それをカスタム化して遊んでた。まあそれもちょっとご紹介しましょう。本当はその絵描いてるとことか見せたかったんですけど、これは描き終わったやつなんで、これはフェローズのですね、これは後ろにフラミンゴの絵を描いた。これも動画で一回し紹介したことあるんですけど、布用絵の具とかで描きましたね。これは別に書いてあることは意味ないです。リン・笠原ライダース、これは私の、漫画のタイトルですね。エデン、これもバイクチームの名前ですね。オンリー・ザ・ブレイブ、勇者しかいないっていう、まあ、適当ですね。これは色で主にフラミンゴがピンクなんで、それに合う青色っていうことでこうあしらってみました。とてもいい感じになったんじゃないかと思います。こういうデカールっていうのが本当は、MA1 にはついてるんですけど、これも前動画でお伝えした通り、これ手書きで書いてます。あまりに上手に書きすぎたもんで、これを見て、ああこれデカールあだだ書いたんだっていう人が誰もいないし、まあましてや別にこのジャンパーを着ててすごいねって言われたことも何もないんですけど、でちょっとあまり上手に描きすぎるって良くないなってことを反省した、あの一着ですね。前の方のワッペンも、ね、ここら辺は別にそのまま貼ってますけど、このワッペンに関しては一回脱色して、ブリーチして色を落として、古いもののようにしてから貼ってます。ワッペンもすごい気を使ってて、例えばこれ鼻の中の色変えたり、これは変えてないですけどね、そういう小細工をして、どうしても色が一色でも変な色が入ってると嫌なので、そういうところ気をつけてます。でフェローズがあまり気に入ったので、もう一着フェローズ買いました。私別にこういう MA1 ジャンパー自体は結構本当は高いんですよね。いろんなメーカーがあって、特に、マッコイズとか、本物の USA 製 MA1 よりはるかに品質が高いと言われているリアルマッコイズですね。マッコイズとかね、バズリクソンズは結構高いですね。フェローズもまあまあ高い、その下ぐらいですかね。でもまあ中古だから、やはりこれで1万5000円ぐらいしたのかな。私にしては高い買い物だったんですけど、でもこれがあしらったことによって、まあ価値は倍ぐらいになったんじゃないかと思います。まあ別にヤフオクに出すわけじゃないですけどね。こっちはフェローズの M なんですよね。だから38か。でも意外に M だけどちょうどいい感じですね。M だとちょっときついっていうのがあって、やっぱきついとどうしても着なくなりますよね。MA1 っていうのは丈が短いんでね。まあ M でも L でも同じように関係なく短いんですけど。だけども、やはり L の方がぴったりきます。これは M でもちょうどいい。ジャストサイズかな。で、こっちはフェローズの L ですね。
これも同じようなタイプだと思うけど、ちょっと微妙に違うのかな。ここら辺のワッペンとかは、全部自分で、全然関係ないものをいっぱい集めているものの中から貼ったりしましたね。やっぱバランスを見てワッペンの位置を決めて貼るときが一番楽しいですね。これもなんかカバンかなんかについてた取っ手の部分あると、これはどこの国のかわからないけどコインか、こういうものをあしらってみました。だから正規の MA1 とか、フライトジャケットマニアにはね、絶対こういうワッペンはね合わない、これは違うぞって言われちゃうんですけど、私はそこまで2ではないので、そちらの方はどうでもいいと思って、見た目勝負だという。ここは何か書いてあるね。これはですね、これは後ろのイラストが関係してるんです。こっちはね、蜂をあしらってみました。これも全然私のオリジナルなんですけど、あまり意味はないです。Be here now、 どういう意味か分かんないけど、私はここにいるっていう意味かな。横尾忠則さんがこの Be here now って言葉がすごい好きだっていうのを聞いて、その時ひらめいて、 B って蜂の B に似てるなということで、 B にちっちゃく E をつけて、語呂合わせでね、 Be here now っていう書きました。これも、布用絵の具で書いたんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、洗うと落ちちゃうかもしれない。ただ基本 MA1 ジャンパーはドライクリーニングオンリーで洗わないですからね、なかなかいいでしょう。だからこの色には、ジャンパーの色にはオレンジとか黄色が合うんじゃないかということで、このデザインにしたのかな。それで先ほど話したデカールなんですけど、なんとこれは黄色で書いてあります。もうこんなデカールの MA1 は絶対存在しないので、さすがにこれだと、MA1 好きの人が見ても、あれこれどこのメーカーの何のあれなんだ、デカールが黄色いぞ、すげえなっていうふうにはなるんじゃないかと思って、ワクワクして歩ってるんですが、未だに誰からも何も言われたことないですね。あとこれですね、全体的にちょっとやはり MA1 っていうのは色変するんですね。色変するところが私のハマったところで、ジーンズと同じなんですよ、そこは。で、色変してところどころ色が褪せてきた感じがいいんだけど、その色が褪せるまで待ってられない、直射日光に1週間か2週間当てとけば多少変わるのかもしれないけど、なかなかそういうふうにもできないので、私は色自体も結構 MA1 は変えてるんです。多分ご法度というか禁じ手なんでしょうけど、カラースプレーでね、ちょっと吹いちゃったりもしてますね。本来 MA1 はまあ基本こんなような色ですね。これはオリーブドラブかな。うん、オリーブドラブが最初好きで MA1 を買って、これもかなり色褪せしてるんですけど、だんだんそれから MA オリーブドラブよりセージグリーンっていう色の方が好きになったのかな。あ、それもある、この色がセージグリーンですね。なんかセージグリーンの方がいいなってことで、これも結構色変して、リアルなセージグリーンにするためにスプレー吹いてるんですけど、エデンライダースクラブオンリーザブレイブっていう、先ほど言ったようなエデンというライダースクラブには勇者しかいないよっていうことを書いてあります。勇者も何も私はヘタレなんですけどね、こういうワッペンとかも全然違うところから、こんなんジーパンから取ったのかな、貼ってます。色さえ合えばいいんだってことで。ただこれ残念なことに M サイズで、これはちっちゃいんでね、あんまり着てないです。まあ、私の MA1 に対する興味は、オリーブドラブからセージグリーンに移り、そこから今着てるやつだ、茶色っぽいなって、こんなのあるんだ、全然違うでしょ、うん、これもまたいいなってことで、これはプロトタイプなんで、プロトタイプっていうのはその MA1 を作る以前に試しに作ってきた、アメリカが作ってたやつだから、ちょっと変わった色とか素材があるんですね。それをまた何十年かしてから日本で量産化したやつですね。だからこの色があるんだって、またなんかこう興味がセージグリーンからちょっとこう茶色っぽい色に変わってきて、またそれでフェローズで今度は灰色が入ってますね。だから同じ緑でも微妙に違う、うん、分かりますかね。本当に単体で見たら分からないけど、並べてみるとえらい違いなんですよね、うん、この違いでやはりジーパンのようにもうはまっていってしまって、まあ結果的に何着あるのか分かんない、今6着ぐらいあるのか。で、一番相当激しい色変は、まあちょっとここ今持ってきてないですけど、紺色にしたや
とか、あの普通のこのぐらいの色を紺色のスプレーを吹いて紺色の MA1 に仕立て上げたやつなんかも、なんか本当にあのしょっちゅう着てるかっていうとそうでもないんですよ。オートバイ乗るときは首元が寒いし、下がちょっとツンツルテンでっていうか割と寒いんですよ。だけどもなんか胸とか腹とか腕とかそこら辺は異様に暑い。あと羽毛と違って変に重いっていう、なんかこういろいろ欠点だらけのジャンパーで、またその欠点が好きになるっていうところありますよね。こういうジャンパーを着てるとウクライナ戦争とかね、恥ずかしくなっちゃうようなね、私のような人がねこういう戦争が大好きみたいな、ね、コスプレをするのはどうな、いかがなものかっていうふうにも思うんです。まああまり気にしないようにしています。やはりこれは私らのその高校の時の反体制の象徴でもあり、あちょっと右翼的なものが嫌いだった時期があって、あの先生に対する反抗からも、私の学校立川基地とか横田基地に近かったもんですからね、そういうのをすごい意味嫌う先生が、そういうまだ戦争の遺族とかそういう方がいる中で、こういうアメリカかぶれしたものは失礼だって、ジーパンすら禁止になってたよ、まあ、私服だったのにね、ジーパンすら禁止になってたから、その先生に逆らうためにこうわざと横田基地っぽいものを着てたっていうね、学校では 2,3 人しかいなかったです。それがもう40年も前の、ああ違うわ、それがもう50年前の半世紀前の話。それから半世紀も過ぎてまだこんな格好してると、本当にあの横田基地の退役軍人みたいに見られないだろうか、ちょっとかつて横田基地で働いてた人みたいに見られるといいなと思って、あそこら辺をしょっちゅうねオートバイで流したりしてますけど、まあ自分だけで越に行っているというか、あの福生のあたりは古着屋がすごい多くて、ジーパン買いに行ったりいろいろしてた時期がありましたけど、それはまあ30年ぐらい、2、30年前ですけどね。今はあんまり、福生には古着屋もなくなりましたね。なかなかいい思い出です。アンチエイジングということで無理してこういう格好をしているっていうわけではない。ダイエットと同じでアンチエイジングだけが目的だと、とても長続きしない趣味だと思いますね。ファッションにこだわるということはどういうことかっていうと、そのすごい好きになって、どん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 追求していくうちに、古着屋なんかに行ってもその宝物がすごく簡単に探せるようになるんで、宝物を探すと結局安く買える楽しさとか宝探しのワクワク感があるじゃないですか。あとはカスタムということで、この一見ダサく見えるものをなんとか改造してね、すごいかっこいいものに仕立て上げて見せるぞっていう、そういうところも楽しいですね。もう一着見せますよ。ネルシャツというやつですか。これも800円ぐらいです。これはその色が気に入ったというか、まあ いまいちだけど、まあいいか、着やすそうだしポケットがでかいんで、ね、いいのかなって買ったけど、どうしてもやっぱ買って気に入らなくて、あそうだ襟変えちゃえってことで、これは襟がジーンズタイプのものに変えてありますね。後ろの縫い方なんか雑なもんですよ。手縫いだし、あの綺麗にこうなんていうの、めくってあの襟の内側の布を入れ込んで綺麗に縫うとかなくて、ただザクザク切ったものを重ねて適当に縫ってるだけですね。だけど別にこの部分は折り返されるのでわからないじゃないですか。引っ張っても取れないし、色さえ合ってればいいね。だからすごい気に入りました。あんまり気に入ったんだけど、あれ待てよと、ちょっともう一つだな、よしワッペンつけようって、まあ、あり合わせのワッペンを貼ったんですけど、あどうも色が合わないなってことで、この中の字の色を変えてます。これグラデーションにしてんです。これによってなんかネルシャツもう最初からついてたとしか思えないでしょ。あずいぶんかっこよくなったなと思って、これはお気に入りですね、うん、こういうことしてる時が一番楽しいので、あの別に人にあのこれはいくらだと思う、いくらで買ったんだよっても言いますけど、大体みんな高く言ってくれるじゃないですか。これいくらだと思っててね、500円だとか1000円っていう人いないじゃないですか。それでまあ、 あの適当にあっちの方もお世辞でね8000円とか言うと、そんなことないんだよ200円だよって、ええー、みたいな、そういう会話っていうのはもうなんていうのかな、定型になってるというか、あのゲームみたいなもんで、私だけが越に行ってて、向こうはなんかおぎりでね返してくれるようなそういうところがあって、本当に自分だけで楽しんでて、私もその1年半前に退職して
漫画だけ描くようになってからはなんか洋服いっぱい集めてもしょうがねえの、なんか着るところもないし困ったもんだな、どうしようかと思ってた時に YouTube とかが始まったんでね、あ YouTube でご紹介すればいいんだと思ったらますます燃えてきちゃったようなところはありますね。よかったですよ。メガネだってね、まあ、いっぱい持ってるし、あの伊達メガネも含めて30個ぐらいあるのかな。特会引っかいいろいろ来たらどれが似合うのか自分でも分からなくなっちゃったけどね。あのやはり別に素顔でこう出てたんですけど、やっぱりちょっとシワとか目の下のたるみとかそういうのがあるからサングラスみたいなメガネした方がいいよっていうアドバイスを受けて一応メガネしたりしてますけどね。まあどうでもいいんですよ。ファッションはやはり自分が楽しむというかね、一番楽しめる手軽な趣味ということで、本当は手軽じゃなくてどんどんジーンズの方にはまってって、もう一時高価なものばっかになったんだけど全部売っちゃいましたね。あの絶対一生のお宝として取っておこうと決めて買い揃えたんですけどね、まあ金欠とともに全部売ってしまいました。最後に本当に先ほどお話だけした35万でヤフオクで売れたんですけど、そのジージャンリーバイスのセカンドっていうんですけどね、それを手放した時はね、魂の一部が、ね、持ってかれたような気がすると友達に言ったんです。お前の魂は何部あるんだ、そうだな560部ぐらいあるかなっていうことで、こういうのの話をやっぱりするたびに思い出すエピソードがあるんで、まあアメリカの方の話だと、まあ去る会社の社長みたいな人がね、すごい大事にしてる愛車、何千万もする愛車が、それをあの娘さんが乗り回したりしてたんで、それで事故に遭ったっていうことで、もう慌ててすっ飛んでって病室に行ったらば、娘さんは大丈夫だったんで、お前が大丈夫だったのか、よかった、ありがとうパパ、でも車がお釈迦になったのよ、いいんだよ、お前さえ無事ならいいんだよって言って、車とご対面するともうぐしゃぐしゃになってて、おーって言って泣き崩れるというシーンがあったんですよね。だすげえいいエピソードだなと思って、そういうもんだよな、本当にその事故に なったりしたらその大事な人の命さえ助かればもう車なんかどうでもいいと思って、今度娘が大事だ、あの娘が無事だったことを知ると、もういきなりその車の方が愛おしくなって、あのその残骸を見てね悲しむという、これが人間だなと思いました。結局私の魂の一部が持ってかれたとしても、他のものを守るために、つまり金銭的なものをですねを得るために、どうしてもそれは必要だったということでね、私の心は泣き崩れてはおりますけども、その時は金の方が大事だったというふうに割り切るしかない。一つ失うとまた一つ出てくるという、まあファッションっていうのはすごく面白いもの、お金をかければいいもの、数があればいいものでもない、なんか洋服にはやはりかっこよさっていうものが常につきまとって、一体何をもってかっこいいというのか、古着屋に入った時に特価コーナーっていうのがあって、全商品1000円以下とか、この中で絶対に1着を選ぶぞ、そしてパーティーなんか別にないです、パーティーの会場で私はこれを着て、相変わらずすごいスタイリッシュ、すごいおしゃれしてます、いい洋服ですねって言われるために1着、そのための1着を選ばなきゃ。でも洋服では上下があるから、上がダサくても下とのコーディネートでなんとかなる場合もある、いろいろ考えに考えて選ぶ、いや別にそんな縛りは何もないんだけど、自分の中で勝手に縛りをつけて、よしこれならいけるだろうっていうふうに選んだりね、そういうことも、まあそれは本当に買うか買わないかは別としてね、それゲームですよね。あともうあんまり古着屋ばっかり通ってると、古着屋の方の洋服の方で自分を呼ぶことがある、なんか呼ばれてる気がするなと思って古着屋に行く、それでいろいろ漁ってて、あれなんか目星いものっていうか、私の気に入ったものはないな、もちろん気に入るとは値段との兼ね合いで気に入るということですけど、それでおかしいな、もうしょうがない、時間も迫ってきたし帰ろうかって言った時にパッと見て、あの例えばセーターならセーター、あのシャツならパッと目に留まった時に、あなんだ君かっていう感じで、君が俺を呼んでたのか、やっと分かったよっていうふうにして、買って帰ることもしょっちゅうあります。あらゆる趣味の中でね、一番手軽にできて自己満足に浸れる趣味ではない、センスが問われるというけど、あんまり気にしなければいい。私も本当に気にするところって言ったら、顔が大きいから襟があんまりちっちゃいのはさすがに似合わないぞっていうぐらいです。あとは本当に気に入ってしまえば M サイズだろうが何だろうが、でっかい椅子に1週間ぐらい着させて取らせてから着るとかね、
なんだったらもう切って T シャツと T シャツを切って1枚に貼り合わせて M サイズの L の母体に、切り貼りしてとりあえずかっこいい部分を生かすっていう、とにかくサイズが合わないものを買わないという潔さは私にはないということです。また機会があればこういうファッションについてもちょっと語らせていただければと思います。シーユーアゲインでございます。あと、私の昔の作品30何年前に書いた漫画でね、唇にパンクというのがあるんですけど、これを、私の仲間がね、旧ツイッター X の方でね、少しずつ公開してくれる運びになりましたので、よろしくお願いします。ベルのマークのところを押していただいたりね、いいねとかね、高評価とかチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。